はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の座標空間における図形丸2をお送りします。で、前回からねこのタイトル始まってこれで2本目です。で、今回も問題演習で全部で5問やっていきますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回もね、まあ、前回同様、まあ、前回はね内分点とか、まあ、中点とかあの辺だったんで、まあ、今までで知ってる情報ですぐ解けたんですけど、ここも知ってれば解けます。特に下とかもすぐ多分ねみんな覚えられる。で、上に関しても知ってれば解けるんだけど、逆を言うとね知らないと間違うところなので、だ定期テストとかでね、これちょっと落とすのすごいもったいないんで、まあやり方というか、一応そのね、なる理由も説明しますので、まあ、その辺もね、掴んでもらえたらと思います。で、まずね、上の3つ。これ何出すかっていうと、点 A が設定されてて、そこを通る次のような平面の方程式を出さなきゃいけない。このまあ平面の方程式って言い方がね、なかなか違和感のところではあるんですけど、まず、点があるでしょ。で、この点を通る X 軸に垂直な平面の方程式を出してほしいんです。で、これ結論から言うと、もしやりだよ。あ、もうやり方というか、覚えてしまっても構わないんだけど、X 軸に垂直じゃん。X5 じゃん。だからこれの答え、X イコール5なんだ。これで終了なの。で、次、Z 軸に垂直でしょ。Z7 じゃん。だから、Z イコール7って。正直、学校の定期テストとかだったら、もしここが範囲だったらね、もう最初の方にちょこっと出てくるぐらいです、これは。出てきて、後ろに難しいやつが出てくる。まあ、最近の問題集でよくやってきましたけど、この1個の問題ですごい長いようなやつ。だから、時間を取りたくないので、まあ、こう来たら、X 軸に垂直でしょ？じゃあ X の数字使って X イコール5とか。もしここにはないけど、Y 軸に垂直って言われたら、Y イコールマイナス4ってすれば OK な。まあ、それでも覚え方としては構わないんですけど、一応理由を言っておくとね、これ今空間ベクター空間で考えてますけど、ちょっと平面に話を変えます。3つの軸じゃなくって X 軸と Y 軸だけの時、まあ中学でずっと、まあね高校でもやりますけど、まあ軸があるじゃないですか。で、今これはね空間で考えてるんで、 X 座標、 Y 座標、 Z 座標って3つありますけど、今 Z をちょっと抜きます。5のマイナス4だと思って聞いてください。だから、5のマイナス4なんで、5のマイナス4。まあ、この辺だとしましょう。これで、もし、X 軸に垂直。で、平面なんで、その時はね、平面の方程式じゃなくて、直線の方程式になりますけど、X 軸に垂直って言われたら、どう出すかっていうと、これ、X 軸に垂直なんで、こうなるよね。ちょっと色間違えましたね。赤で合わせればよかった。X 軸に垂直だからこうなる。で、この直線の方程式何かっていうと、ここ5でしょ。X が5の直線って、X イコール5だったよね。これも中学でやったやつ。で、もし今ないけど、Y 軸に垂直って出てきたら、Y 軸に垂直な直線ってこれ真横だよね。で、Y 軸に垂直ってここが垂直になってるわけだからさ。で、この直線何って言われたら、y がマイナス4のとこを通ってる直線だから、y イコールマイナス4になるわけじゃんか。つまり、今これ直線で、平面で考えてるけど、座標があって、その x 軸に垂直って言われたら、結局 x イコール5ってなってるんだよ。こっちも y 軸に垂直って言われたら、y イコールマイナス4になる。作図するとそうなる、必ず。で、それは空間ベクトルとも同じです。今書かないけどね、空間書いても多分分かりにくいんで、今平面で説明しちゃったけど。だから、結局、その軸に垂直って言われたら、その数字を使って出せばいいよっていう風になってます。まあ、もしね、ちょっとこう思い出す時とかに使ってもらえたらいいですね、これはね。で、最後なんだけど、今度は、XY 平面に平行なんです。XY 平面に平行。で、これも答えを。先に書いてしまうと、これね2番と同じなんです。答え Z イコール7になります。で、これもちょっと簡単に理由をね説明すると、これちょっと平面なんで
軸を3つ書きましょうか。 X 軸 Y 軸、ちょっと正のね部分しか書かないですけど、 Z 軸があるとします。で今ね5のマイナス4、7、これ書かないですけど、まあ、その点があると。でその時に XY 平面に平行、つまり今この状態だったら XY 平面下ですね、まあ床の部分、まあ、地面にくっついてる部分って考えてもらっても構わないですけど、この下の部分、ここね、ここに平行ってことは、まあ、こういう状態ですね。こういう状態。これ、どこでこう横にしていっても、必ずそれって Z 軸と垂直になるんだよね。床の部分。Z が柱みたいになってます、今。位置的には。で、この XY 平面、床と平行って言ったら、柱と必ず垂直になる。どこに持ってっても。だから、XY 平面に平行って書いてあるんですけど、これ言い換えると、Z 軸に垂直なのね。入るかな、下行くか。 Z 軸に垂直ってことと同じなんです。つまりこれと同じなの、聞いてることは。だから Z イコール7という感じになります。いいかな。だからもし ZX 平面に平行、これ ZX 左側だね、に平行って言われたら、それは Y、 Y 軸と垂直になるので Y イコールマイナス4みたいな感じになります。まあここに入ってないアルファベットの、あ、ごめん、またアルファベットの軸に垂直なんでしょうなんて感じでもいいですけどね。まあこれが上3問の解き方です。で、次が9面のね、方程式なんですが、まあ9ってね、言い方、俺は9って言っちゃいますけど、まあ教科書が9面もしくは9って書いてあったんで、まあ、9面でいきますが、これの方程式の出し方です。まあつまり9だと思ってください、これは。で、これもですね、中学校の時にやって、知識を使えばいけます。ほとんど同じなんで。で、例えば中学校ではこの3のマイナス1の2なんてやらないですね。今絶対ここ Z 座標がないんだけど、もしこれ中心がね3のマイナス1、ここだけ使おうか、3のマイナス1で半径が5、同じねの9の方程式出せって言われたらどうなるかっていうと、これは、あ、中学校じゃないね。ごめん、間違えた。中学じゃない、高校だね。失礼失礼。これ、x-3 の2乗、プラス、y プラス1の2乗。つまり、ここの中心の符号を変えたやつね。プラス3だからマイナス3の2乗。マイナス1だからプラス1の2乗。で、半径5だから2乗して25って。これが9のやつだったでしょ。で、それの Z が増えただけなんで、同じように書けばいいんです。つまりどういうことかっていうと、3のマイナス1の2なんで、X マイナス3の2乗、同じね、足す、Y プラス1の2乗、足す、同じね。で、最後、Z も同じように、Z マイナス2の2乗、これの符号を変えたやつ。で、イコール半径5だから2乗して、25ですよって。今までやったやつの、あ、Z 増えただけっすね、みたいな感じで解くことができます。これだけだからね。で、ラストが、中心が分かってるんだけど、半径が分かってないと。けれど、中心がこれで、点、これを通るって言ってます。で、空間で書くことができないんで、ちょっとね、書かないですけど、どういう状態かっていうとね、円にしてますけど許して。まあ、球だと思ってな。で、中心があるじゃないですか。で、これを通るって言ってるから、まあ、どっかにある。この5のマイナス1の1が。で、もう図を書いて分かるように、中心とどっか通る点、そこの2点間の距離が半径になるよね、必ず。だからこの2点間の距離を出せばいいんです、半径に関しては。で、2点間の距離は、それぞれの座標、X 座標、Y 座標、Z 座標を引いて、2乗して、足して、ルートだから。ね、2乗して。で、ちょっと暗算気味にやりますけど、5、こっちからね、こっちからこっち引きます。5を引く1だから4の2乗で16プラス、マイナス1引く3でマイナス4、2乗して16プラス、1からマイナス1引くと2なんで、2の2乗でプラス4。それにルートをつけます。で、これが、ルート36なんで、あ、6になるね。6。
つまり半径は6ですってことがわかる。だから半径さえ分かってしまえばね、もう書くだけなので、あと同じように中心が1だからこうなって y-3(2)+z+1(2) で半径6だから2乗して36ですと、こんな感じで解いてみてください。いいかな。では今回は高校数学数 B の座標空間における図形丸2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でこのタイトルがですね次回丸3で終わりです。だからもう一個ね問題演習やっていきますので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。